はい、それじゃあ遊戯王で期待戦やっていきたいと思います。シン VS ジュガンと、なかなか珍しい対決になります。まずジュガン側、強欲で謙虚な壺を発動。デカルカード3枚目くります。攻撃で金満な壺を増殖する。ジアとテラーフィールド魔法ですね。フィールド魔法なんとなくブレイラウザーって言ってしまうんですけど、なんでなのかな。さあ、サリエルを手札に加えまして、その効果デッキからセレンのジュガンをサーチかな。まずはセレンの呪眼を発動し、サリエルを召喚し、てかサリエルを出さないと何の意味もないというオチですな。呪眼は結局そうしないと始まんないから、逆に言うとこれができないと呪眼は何にも動きませんねそれを、その弱点を補強するためにアーティファクトとか入れたりするんでしょうね。カードを1枚セットし、ターンエンドかな。さあ後攻です。新川のターン。さあツインツイスター発動、カードを2枚破壊。これ強っ、あー強い。多分呪眼にへの最強カード。これで呪眼ガード守りほぼ消えました。さあ新テリトリーを発動、デッキから新世界を発動。これにより新世界は対象に取れません。さらに新テリトリーの効果で新を出すことができます。新パラドクスギアですかね、パラドクスギアを召喚し効果、デッキから新モンスターを手札に加えます。新パラレルギアを SS し、新モンスターを手札に加えます。セレンの呪眼を装備してないと本当ただのバニラになっちゃうんで、あれこれやばくないやばくないですか。ハンド次第ではワンキル確定ですね。でこの2体を新スターダストドラゴンか、新パラドクスドラゴンをシンクロ召喚、そして新セレクターを発動し、ゲームから除外し、デッキから新サイバー、あれあれこれやばくない。新サイバードラゴン、エンドドラゴンと新レインボードラゴンを手に加えます。でデッキからレインボードラゴンを除外することにより新レインボードラゴンを特殊召喚。あれこれ4000が3体並ぶのでそしてエクストラデッキからサイバーエンドドラゴンを除外し新サイバーエンドドラゴンを特殊召喚。やばい、かっこいい終わったオーバーキル、恐ろしい。やはり新は格が違った半端ねえ力だったな今理想的な高校ワンキル。さあ2戦目ですが、サリエルを召喚しセレンの呪眼を手札に加えました。そして発動し、さっきと一緒ださっきと一緒だ。さあもうちょっと次はツインツイスターを食らわなければワンチャンありますが、さあ新テリトリーを発動。新テリトリーを発動ですが、発動時に、このカードが破壊された場合、そうですね、新世界も発動できないんですよね。1-4-1 を発動、手札を1枚新トゥルースドラゴンを墓地に送り、デッキからレベル1モンスター新パラドクスギアを特殊召喚ですね。
そして、効果リリースしたんする前に効果、そうですね、サリエルの効果が使えるので、そしてパラドックスギアの効果によりデッキから、そう、新テリトリーはターン制限ないんですよねそうなんだよね、恐ろしいな、そう考えるとな、まあ、だから無効にしてはあんま意味ないんだよな、持ってたらの話だから。発動しようとしてましたが、まあ、起動効果なのでその前に無限法要で無効。なるほど、これだとリリースしても意味ないですね、サーチができない、サーチも SS もできません。この辺は残存効果というかスキルドレインなどとは違う最低ですね。で、新パラレルギアを通常召喚かな、で2体をリンク召喚、リンク2、ハリファイバー、お、ハリファイバー、そしてハリファイバーの効果によりデッキからチューナーを呼んでくるのですが、果たして何を呼んでくるんでしょうか。パラレルギアですかね、あれも。問題はシンはこの後続くんですかね。サリエルの効果により、破壊、破壊はしない、そうですね、1回効果を使ってしまうと自分フィールド上のカードを破壊しなければならないリスクがあるんで、まあ、フィールド上のカードを破壊したくなければ使う必要はないかなって感じがします。さあ、サリエルの効果、一応そうですね、500ライフ下がって500ポイントライフ上がってますね。何枚でしょう、見にくくて申し訳ございません、本当に。新テリトリーの効果により、新世界は効果対象に発動、効果対象になりません。あーっと、羽根暴起強すぎる、スキルドレインあったのに、強えマジか、さっきはツインツイサーで、次は羽根暴起か。癖割りがどれだけ強くなってるかを如実に感じさせられる応酬ですな。不正カードも何もなし、こうなると脆弱だからな、まあ、ハリファイバーからの飛んだ先が何かいればワンチャンあるかもですが。さあ、サリエルを通常召喚し効果発動、デッキからフィールドマジックカードを手札に加えます。まあ、パレイドリアはありますけどね。で、これと、そうですね、多分間違えてるんですよ、多分間違えてるんですよ他のモンスター効果でも発動するってあるんですけど、これ装備したモンスターだけなんですよね、セレンの呪眼は。確かこのまま放っておくとまたシャレにならないぐらいの、下手したら芯すらも超えるほどの攻撃力を得ることになりますから、なんとしてでも早めにセレンの呪眼を突破して破壊しておきたいですね、サリエルを。芯ならば可能ちゃ可能、いやでも難しいか、サリエルがちょっと強すぎるな、今ほどちょっとサリエルが強すぎますね。そうだね、シーンが出てきたとしても殴れませんからね、殴ろうとしたら破壊って言われるし。あー、そうなるとサリエルは結構シーンに対して相性がいいですね。逆にシーンにとってはサリエルが、シーン側にとってはサリエルがめちゃくちゃ相性が悪い。さあ、サリエルで攻撃し、飛ぶ先いなかったですねそのまま攻撃、そしてターンエンド、カード1枚捨てターンエンド。さあ、これどうなんだ、
突破できんのか。新セレクターがあればワンチャンありますが、うん、何もなかった。ランエンド。さあ、新メドゥーサを召喚し、墓地の短剤の呪文かなを手札に加えます。でダイレクト、いや3体でダイレクトアタック、多分これもそうですね、カウンター乗らないというか上がらないはずです。確かだけど、的な攻撃力を確保しているわけですし、何よりもさあ、新サイバーエン、新ブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚。そうですね、相手フィールド上にフィールド魔法があるので出るんですけど、ああ、大取り物でパクられた。全てが乗り越えられた。新これひどい。かわいそうにな。さあ、3体でリンク召喚、何が出るんでしょうか。あ、混沌のシーか。あ、これは奪った芯のせいでレベルが耐性を得ています。レベル7以上のモンスターを素材にしたので。これはひでえ。最後混沌の戦士が決めた。呪眼はどうした。さあ、2戦目は呪眼が勝利。さあ、運命の3戦目、先行は新攻撃で金マンのツボ発動。お互いに金マン打つデッキですね。面白いですよね、金マン打つデッキって。何が面白いかっていうと、攻撃で金マンのツボって何が面白いかっていうと、別にこれ使ってもエクストラカード使う人は使うんですよ。だから結構取捨選択ができる。このカードは飛ばされたくないから複数入れようとか、そういったのができる。制限カードというか、本来は1枚で十分なのに、強欲で金満のツボのおかげで複数入れなきゃならない。超融合用のスターブベノムとか、そうじゃないですか、2枚以上入れてますよね。本来は1枚でいいんですよ。本来は1枚ぐらいでいいのに2枚入れなきゃならない。さあ、新テリトリーを発動し、デッキから新世界を発動。そして新パラレルギアを召喚、あ、パラドックスギアを召喚しましたが、それに対して増殖する G を発動。パラレルギアを召喚し、新モンスターを手札に加えます。もしここからシンクロ召喚を行うのであるならば、2枚ドローが可能になるのですが、するのかどうか。カードを1枚セットしてターンエンド。シンは先行盤面で何かをするというデッキではあんましないので、でもそれでも新世界を、新ワールドを従前に使うんであるならば、やっぱ先行が欲しいのかな。で、攻撃で金満夏も発動を返し、同じデッキだな。本当に同じタイプだな。だからシンと違って呪眼はマジで使わないといえば使わないんですよね。さあ、攻撃で金満の壺発動、6枚除外しました。うららが飛んでいった。うららが飛んでいく。相手に2枚ドローは許さない。そしてパンクラトプスを特殊召喚。ほう、入ってるのか。もしかしたら再チェンしてんのかな、これ。パンクラトプス、これは強い。何が強いかというと、新テリトリーを割れますし、新テリトリーがなかったらフィールド魔法も割れますしで、そしてさらにフィールド魔法。お、これ理想的な流れですね。呪眼側の理性的な流れですね。パンクラトプスサード、パレイドリアでサーチっていうサブテラーみたいな感じだな。で、
でサリウルを召喚し効果デッキから察します。アドが加速していく。でセレンの呪眼を手札に変えます。思うんだけどセレンって誰だよなんて名前出てないんですよ。セレンはセレンって誰だよ。でセレンの呪眼を発動し装備、そして、バトルフェイスサリエルで攻撃、そしてパンクラトプスでダイレクトアタック2600で、カード1枚セットし、おっと1枚セットしてエンドした時のツインツイスター、エンドフェイズツインツイスター発動、セレンとアレイドリアを対象に発動ですか。いや伏せカード2枚ですね。伏せカード2枚を対象に発動です。で2枚を破壊、これでサリエルの効果を発動できなくなりました。そしてドローフェーズ、ドローの代わりに、新世界の効果、本来ならばここでパンクラトプスを発動したいのですが新テリトリーがあるため効果発動できません。これ強いよね。そうなると新テリトリーはなかなかいいカードではあるな。そうです、新テリトリーがあるので対象に取れません。パンクラトプスを使うかどうか、使うんだったら新テリトリーしかできませんね。まあそれでも、おデッキから新セレクター、あ新セレクター3枚、さあどれを選ぶか。あーこれはプレミですね。僕だったら一番左端を選んでたな。うんさあ新セレクターを手札に加えました。墓地には2枚ありますね。新モンスターはパラドックスギアとパラレルギアが、そして新セレクターはそうパラドックスギアとパラレルギアを除外しデッキから新カードを2枚サーチします。1枚を2枚にするカードなんでなかなか美味しいカードですよね。パラドックスギアで1枚で完全に何て言うでしょう、完結してますからね。シンクロ召喚に使えば2枚があるっていうのが。デッキから新レインボードラゴンとパラドックスギアを手札に加えました。そしてパラドックスギアを通常召喚、通常召喚時に何かで効果、ほうパンクラトプス使えませんでしたね。デッキからパラレルギアと新モンスターをサーチします。パラレルギアを SS し新モンスターを特殊召喚します。あ違う、特殊召喚ね、サーチします間違ってるよ、召喚条件無視になっちゃう。さあ新サイバーエンドドラゴンを手札に加えました。そして新レインボードラゴンを特殊召喚、デッキからレインボードラゴンを除外します。そして新スターダストドラゴンを特殊召喚、もう熱い映画みたいだ。あそして新サイバーエンドドラゴンを特殊召喚、熱い、これは熱い、まさしく映画の再現。いやー新はかっこいいな、やっぱしいっぱい出てくるもんね。さあ新パラレルギアと、あいや何もない、バトルフェーズ新サイバーエンドドラゴンでパンクラトプスに攻撃、効果は使いませんでしたね。そうですね、効果使っても多分、いや下手したらダメージ量で死ぬ可能性すらあるし、そして2体でエクシーズ、あそうかそうかグスタフマックス、あうんいやんあグスタフマックスが合金で飛んでいたそうかな、残りライフ1700なんですけど、グスタフマックス出そうと思ったら合金で全て飛んでいた右ね、あれですね、水上くん右のプレイヤーはそうと思ってハンド見せちゃったけど、いやーこれはあれだな、プレイングだな、グスタフマックスで終わりですけど続けますかみたいに今日言っといて、あ本当はいなかったっていうプレイングひどい、それはひどい本来ならばここでグスタフマックス出していれば終わりだったよってことです。
はい。で、バンクラドプスを使っていた場合なんですけれども、使ったら下手したら手札からトゥルースドラゴンが出てくるんですよね。新トゥルースドラゴンが出てきてしまうから、そうなるとそうなるとライフ完全に切られちゃうんで、だからパンクラトプス使えなかったんですよね。そんな、まあ最悪の場合後ろを割るんですけど、後ろを割ったら割ったでモンスターの数減らないからさらに終わってるっていう。さて、ジュガンカーが強欲で謙虚な壺を発動しました。水木うらら、あと1枚がなんだあれは。ん、違う、水木じゃないな、あれ水木とサリエルですかね。いや、普通にうららですね。うららですね。うららは新ワールドに打てばドローをスキップさせることができます。まあでもこのライフで、果たして一回スキップしたところでなんとかなるんでしょうか。そしてサリエルを召喚。サリエルの効果でデッキから持ってきます。こうなるとワンチャンあるか。いやーでも、ライフ的にもう厳しいのではないだろうか。さすがにライフ的にもう、フィールド魔法を除去するしかないんですけど、テリトリーがきつい。テリトリーが対象に取れなくしてるのが結構きつい。で、フィールド魔法こっちもあるんですよね。あー、じゃあ、諦めた。そうですね、ライフが足らないですね。総攻撃食らって負けるだけになってしまうんで、やはりライフ取り合戦になってしまうと死ん